自民党に物申す、何を言いたいですか。政治家の責任、目標に向かって頑張ると、その気持ち、志があることが大事だと思います。岸田さんを下ろそうじゃないですけども、そういった動きが見えないのは情けないですね。勝ち目がなくなったね。それは野党も同じ。でも小沢さんも今いらっしゃるじゃないですか、立憲民主に。だから立憲民主を変えますよ、まずは。まあ年寄りが出番のはいけないと思っておとなしくしてたんですけど、このまんまだともう消滅しちゃうからね。小沢さんがもう一回動き出すってことですか。なりうりか、まずやろうと思う。次の総選挙で政権を取る。